こんにちは、本気のパソコン塾の三浦です。今回はですね、HTML、CSS で、画像のタグですね、IMG タグをやっていこうと思います。で、あと、無料の画像サイトっていうのが最近増えてきてまして、そこからちょっと画像を借りて表示するところまでやってみようと思います。はい、ではやっていこうと思います。今回はですね、クラウド9というツールを使ってます。で、index.html というファイルと car.jpg というファイルがありまして、で、index.html の方にはこの共通の部分っていうのはもう書いてある状態になります。ここは別の動画で説明したんで、今回は省きます。で、この中に、じゃあコードを書いていこうと思います。で、この画像の、タグっていうのは、img タグと呼ばれているものになりまして、小なりですね、img ですね。で、このツールはもうこういうふうに補完が出るんですけども、補完出ないツールである、まずこう書きますと。で、これまでは、開始タグと終了タグ、例えば p タグのようにこういうふうに、開始と終了があったんですが、img タグは終了タグはありません。で、これだけだと、特に何も画面変わらないので、じゃあまずどんな画像を表示するのかっていうのを書きます。で、半角のスペース入れて、src イコール、シフトキーと法とかですかね、ちょっとキーボードによって変わるかなと思います。このイコール、ダブルクォーテーション入れて、ここにですね、表示したい画像の名前を書いてあげます。car.jpg ですね。で、保存してあげます。で、このダブルクォーテーションの後にもう一回半角入れて、alt.alt っていうので、イコールダブルクォーテーションちょっと入れて保存しておいてください。で、更新するとですね、こういうふうに、ここにある画像が表示されるかなと思います。で、このタグ、もう少し細かく見ていくと、この img タグの中にこの src っていうのは、ソースですね、引用の、訳文字になってまして、簡単に言うと画像のファイル名、あとどこにあるのかっていうのを書く、パスって呼ばれるものなんですけど、それを書くものだと思ってください。なので、例えばここから見てcard.jpg は同じフォルダー内、このHTML ってフォルダー内にあるのでこう書けるんですが、例えばよく大きく、作っていくものが大きくなってくると、画像だけはこの img フォルダーとかイメージフォルダーという名前をつけたフォルダーにこういうのを彫り込んだりするんですが、そういう場合はこの index.html から見ても、同じこのフォルダー内に画像がなくなっちゃったじゃないですか。なんで更新するとエラーといいますか、画像ファイルがないよって出ちゃうんですね。で、その時は img フォルダーの中の、ここから見て img フォルダーの中のこのファイルですよというふうに書けば出てきますので、この辺のこのパスの仕組みっていうのをちょっと知っておいてもらえればいいかなと思います。で、こっちの ALT、っていうのは何かといったら、画像の代わりになるテキストをここに書いておきます。これだとなんか例えば名車みたいな形で書いておくと、これもし画像が例えば読み込みが遅くて出ない時だとか、ちょっと見てる人の端末とかによっては表示されない時があって、その時に代わりとなるこの文字が、出てくることになります。なので、できるだけこの画像の説明をしてあげる文字を入れてあげてください。で、特に説明がない場合はもう消しちゃってもいいですが、ここはこの2つのものに関しては必須なので書いておくようにしておいてください。で、あと他にですね、これはオプションになります。別になくてもいいんですが、例えば幅ですね、これを200ピクセルちょっと小さくしたりだとか、ハイト高さを100ピクセルとかっていうのが、書くとこういうふうに画像を小さくしたりだとかできまして、この辺いろいろオプションがあります。ただ今後 CSS 勉強していくと、こういう書き方でなくて CSS の方でこの幅とか高さをコントロールすることにもなってくるかなと思いますので、とりあえず今これ外しておきますね。はい、
で、これがあの画像の、IMG タグの説明になりますと。で、ですね、最近こういったあの画像って結構あの探してくるの大変じゃないですか。自分で撮るわけにもいかないの で最近そういった世界中の写真家だとか、有志の方とかが撮影した、写真っていうのを、無料で使いたいだとか購入できたりだとかするサイトがすごい増えてまして、例えば今回この Pixabay さんっていうのを使ったんですけども、例えばこの中で、このクマかわいい、かわいいですね。白クマがいいなと思って、この辺とかに、ライセンスとか書いてありまして、まあ、これあのしっかりあの使うとき、特に商用利用とかする場合はあの読む必要があるんですけども、こういうときにあの使うライセンスが書いてありまして、結構個人利用だとあの自由に使っていいですよみたいなのがたくさんありますので、例えばここから無料ダウンロードで、選んでダウンロードすると自分のパソコンの中にこの画像があの入ってきまして、無料であの使えるんです。でダウンロードしてきたあのファイルをですね、でここのホルダーに入れてあげますとこんな形であの入りますよね。これもちろんあのデスクトップだとデスクトップでいいです。でこれをIMG ベアこういうふうに書いてあげると、この下にこういうふうに表示することができるので、まあ、結構あの練習 あの題材とかで画像とかがあの手元にない場合はこういうサイトを利用させていただくのがいいかなと思います。あのまた、サイトの方もリンクで貼っておきますのでぜひ見てみてください。はい、今回の、動画はですね、画像 IMG タグの紹介 と無料画像サイト あのちょっと紹介をやってみました。ぜひ参考にしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。